それはどういうことなんだ。目の前で何が起こっているのか理解することを頭が拒否していた。よし、じゃあお前の大好きなザーメンがもらえるようおちんぽ様に心から奉仕してみろ。はい、ありがとうございます。女はわずかに唇を緩め嬉しそうな顔をした。男のペニスに向かってゆっくりと顔を近づけながら、目隠しの彼女は犬のようにはしたなく舌を伸ばして喫立の場所を探った。やがて舌先が祈祷へ触れる。女の表情が喜びに彩られ、すぐにペロペロとそれを舐め始めた。キャンディーを差し出された子供のように、美味しそうに愛おしそうに舐めしゃべる。ピチャピチャと音を立てながら、仮首から裏筋を通って根元までまんべんなくねぶり回して、彼女はそれに頬ずりする。そうして再び祈祷まで舌が上がってきた瞬間、男が彼女の後頭部を大きな手でぐっと掴んだ。ボイズハート放送局。オナホー、月森ねねです。トイズリはピン芸人の南川でございます。大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。はい、業界初の官能小説ラジオとして皆さんにお届けしているこの番組、本日お届けしている作品は紅文庫みゆきみゆき著怪我したい彼女です。続きは番組後半でお届けしますのでお楽しみに。お楽しみにということですね、はい、朗読今回は超ドエロ展開、はい、続いていくので、はい、どうですか、どうぞご期待くださいませ皆さん。いやー、ねねちゃんもちょっとものすごく興奮してますか。はい、もう大興奮でございました。大興奮してる。いいねいいね、それが一番素晴らしいですね。これぞ感動者ストレってなりました。いいじゃない、はい、そしてですね、はい、この番組のことを実況ツイートしてくださってる方がいらっしゃる、はい、ね、何人かいらっしゃるんですけど、その中にこの番組のことをつぶやいた影響かわからないけど、ツイッターのスパムエロアカウントに変なリスト入りされてしまってますみたいな、このトイズハート放送局がスパムに利用されてるってことですね。可能性ありますね。これ本物いるかも。そう、有料サイトに誘導される場合もあると。そうなんですよ。月森も結構、はい、3日4日に1回ぐらいはそういうなんかセフレ募集リストとか入れられてしまうんですけど、入れられてしまう。やっぱりだいたいプロフィールとか拝見しに行くと、あ、これは多分スパムだろうなっていう内容だったり、ね、静かにこう通報してでやってるんですけれども、僕もフェイスブックやってないですけど、やってるけどほとんど更新とかしてないんですけど、たまに見ると、わー友達申請来てるんですけど、見たことないアメリカの美女かな。あの？アメリカの美女がね、もうすんごいお金持ちの美女がフォローしようとしてくれて、はい、フォローしてくれてるのがリクエストみたいな。はい、もう嘘やろうと思ってそっと削除するんですもんね。さすがにそっと削除。まあ、確かにね、まあどの SNS でも、ね、そういう方一定数いらっしゃると思う。そうなのよね。はい、まあ、これに懲りずに引き続き皆さん気をつけて実況をお待ちしております。実況はお待ちしてます。はい、スパムには気をつけてください。はい、ハッシュタグトイズハート放送局でぜひ SNS でつぶやいていただけると嬉しいです。はい、それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。はい、ではお手寄りをですね、はい、紹介していきますね。はい、どちらからいきましょう。じゃあどうしようかな。あ、じゃあねねちゃんからいいですか。月森からいきますかね。はい、はい、お名前、はい、クジラミルクさんからいただきました。クジミル、クジミルさんです。クジミル、ありがとうな。ありがとうございます。クジミル、南川さん、月森さん、ほい、
こんばんは。こんばんは。オナホ初投稿です。先週、ね、あ、そうなんですよ。うん、先週、塗装とギャップの話を聞いて、私もまさにそうなんです。身長150センチ、体重は40キロの幼児体型で、童顔、学生に間違われたりもします。はあ、この方36歳なるほどね。でも脱いだらやっぱり36歳の体なんですよね。ほう、なんかがっかりしません？月森さんは何か体のマッサージだったりケアはされてますか？あ、女性の方から、女性の方からもう来るようになった。はい、やっついに嬉しいですね。僕はもう60歳男性にだけに症状をしてましたけど、ね、いや今回なんか30歳の方もそうなんですよ。女性の方からのお便りが結構多いんですよね。しかもなんかちょっとちゃんとした悩みじゃないですか、はい、そうなんです。どうですかねねちゃんは、まず体のケアしてますか？して月村さん、ないしてない。してないんですけど、うん、ちょっともう年齢とかを考えると、はい、ちゃんとやんなきゃなってそう、ね、思うんですよね、はい。あのうち両親ともに、うんうん、あのメタボリックシンドロームな感じなんですよ。そうなの？はい。お二人とも？そうですね。父も母も。ちょっと。ちょっと、はい、美味しいものいっぱい食べたんだなって感じの。そんな栄養量なくて太ってらっしゃるんですよ、ね。されてて、はいはい、で兄弟が私兄と弟がいて3人兄弟の真ん中なんですけど、兄と弟はすっごいガリガリなんですよ逆に。ほう、なるほどね。弟に至ってはもう毎年健康診断というか体重測定で、うん、あなた痩せすぎですみたいな、痩せすぎのラインに入っちゃうんだ。ですけど私だけなぜか、うん、食べたら食べた分だけお肉がつくので、はい、両親の血を完全に私が受け継いでしまったので、ちょっと10年20年後怖い。そうね。南川さんどうしたらいいですか？私ちょっとどうしたらいいかな。ね、なんかスポーツやった方がいいですかね。うん、そうね、やっぱり格闘技。格闘技。うん、やっぱりやるべきだと思うな。やっぱり どんな人間でも格闘技やるべきだと俺は思ってるからね。本当ですか？はっきり言って。でも女性だと、はい、特にもうのヨガとかあるじゃない。あ、そうですね。いっぱいなんかいろんなこうヨガマットを、はい、持って歩いてる人いるじゃない。たまに。たまに。ヨガマット、はい、たまにいるじゃない。そういうような感じをするか。それかまあ半身浴とかね、サウナとかハマっちゃうか。あ、結構今サウナ流行ってるから、まあ、サウナブーム来てますよね。サウナ女子とかになるとか、うん、そうだったらやっぱ半身浴的なこともね、うん、できるから新陳代謝良くなって体重がなかなか太りにくいとかなる可能性もある、はい、あ、もう体作りから始めていかないと。そうね、そう、年齢的にはもうしていった方がいいよね、うんうん。じゃ36歳で150センチで40キロってお痩せになってる方なんじゃない？いや、かなり細いですよ。数値だけ見ると、うん、すごい痩せてるいらっしゃるから、でも確かに、うん、でもね、これ36歳で多分ご自身は、はい、36歳の体なんだなってこう脱いだ時に思われるかもしれませんけれども、ところだからどっこい、そうです、ね、男性はですね、はい、36歳の体がいいわけですから、あ、その年齢とともに変化していくのまた良しという感じで、みんながずっとそのこうツンとね、こう若いお肌がいいと思ったらこれはもっと大きな間違いで、あ、適度にこう崩れてらっしゃるな、それにちょっと恥ずかしそうにしてらっしゃるなっていうところがやっぱ男性陣は良かったりするんじゃないですか。そうですね、はい、それはあると思います、はいはい、ということでケアのお話あんまりできなかったんです。ケアはだからそうですかね、うん、よく寝てよく食べてます私は。まずでも寝るのは一番いいよ、うん、なんか寝るのってすごい、まあ、ダイエット以外にもすごいいいらしいですね、うん、だからうん、睡眠不足がまず太りやすいから、はあ、なるほど、太りやすくなるから、はい、だからやっぱ絶対寝てるとか大事ですよ、うんうん、スマホとか見ないもうね、そうですね、夜ね、じゃ自分に言われてるかのようで、そう、今グサグサさせて、すぐ寝る、ね、すぐ寝ます。もう12時に寝ましょう。12時寝ます。7時間から8時間寝る。はい。OK。OK。OK、ね、この時間、このラジオ26時半からだ。どうしよう。もうそれはもう聞かないでください。ご自身のラジオはもう聞かないで、アーカイブで聞いてください。そうですね。そうそうそう私もそうです。最近寝落ちとかしてしまうと、うあのラジコの。うん、はい、タイムブリッジのとかで、それか逆に7時に寝て2時に起きてください、はい、ああちょっと調節しつつ、はい、調節してそうそうですね、早く寝ることは、はい、深夜の12時台が寝るのが一番いいんだから、うん、なるほどなるほど、12時とか11時から12時1時、これが一番いいから、だからちょうど寝てこういい感じになった時に起きて、トイズハートクリニック聞きながら、まあ、しこる、これがいいです。しこるはね、くじみるさんは女性ですが、あ、だからそれはもうなんか突っ込んでいただければな、はい、突っ込んでよ、それはそんな感じでいきましょう、はい、ということで、はい、睡眠と
はい、ヨガと、うん、って感じですね。睡眠とヨガですよ、はい、半身浴とって感じでいきましょう。はい、そうなりしてください、はいはい、ではここからは皆さんの夜のお悩みを解決していくコーナー、トイズハートクリニックをお届けします。はい、はい、お名前炭酸電池さんからいただきました。炭酸電池ありがとう、ありがとうございます。カモメンタルマキオさんの回面白かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいと思ってます。マキオさんも憑依型ネトラレプレイ、うん、そうね、試してみたのですが、うん、妻も彼女もいないし、寝とり、寝とられような、寝とられような相手もいません。うん、どうしたらいいでしょうか。いやでも寝とられるような相手がいない場合に、やっぱ寝とりを感じる、 100% 感じることはできないですよね。そりゃ、うん、そりゃそうよ、ね、だからそういう時はね、はい、お母さん、お母さんお母さん自分のお母さんが、はい、自分のお母さんが、わけのわからんおっさんに、はい、そのやられてるいやちょっと待って、南川さん、めちゃくちゃ俺今嫌悪感あった、自分で言って自分で言ってみてすごい後悔した今。いやいやいや、そうじゃないよ絶対に。まあでもね、絶対になんか違う種類やった、寝取られと違う種類やったお母さんはちょっとやっぱり違う、やっぱ彼女か奥さん、うん、そうね、だからそうやったら自分のだから憧れてた、はい、その同級生の女の子だったりとか、はい、その自分の好きなアイドルとかをもう想像してやるのが一番こう臨場感的には、まあ、そうですね、に似通った感情になると思いますよ。自分が好きやった人がヤンキーにやるあ、それはもう南川さん大好きな、そうそうそう、ヤンキーにやる、ヤンキーにやられて、手も足も出ない真面目なやつが体育倉庫に縛られてるっていうそういう、そういうエロ本を見たことあります。いいやっぱりこういう時はね、そういうビデオなり、そう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 、ね、それが一番ですから、ね、妄想でちょっとダメだったら、ね、でも世の中には、はい、ネトラレプレイができるお店があるらしい、本当ですか、どこにあるんですか。日暮里にあるらしいんですよすごいよ、このスタッフ陣が見つけてきましたね。ありがとうございます。ドキドキ寝取られ生電話ということですごい、例えば設定上は自分が、はい、例えばその、エアコン業者とかだったとしたら、うんうんうん、エアコン業者に行ったら綺麗な奥さんがいてですね、うんうん、奥さんがいて、奥さんがなんかちょっともうエッチな、ちょっとエッチな格好してるから、ちょっとこう浴場してもみしだこうとした時に、はい、なんと旦那から電話がかかってきて、店員さんなのかなで旦那さんが電話がかかってきて、ちょっとエアコンの料金安くしてくれませんか、修理の料金安くしてくれませんかと言ってるけれども、こっちでは奥さんのことをこうイチャイチャしてしまってるみたいな。寝取る方でしょ、だから寝取りプレイですよね。そっか、そっち側ですね。こっちは寝取られプレイがやりたいから逆でしたがでも寝取りプレイというのができると、これ画期的じゃない、ね、初めて知りましたけど、どうしよう、これでもどんな内容かちゃんと知りたいから、ちょっと経費落としてもらえます。そうですね、ちょっとどうするかね、ゆみかわさんに言っていただいて、しっかりと経費を落として、仕事やから、もう妻にも言えるし、仕事やからはい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 、いやね、ちょっとこれちょっとレポート必要かもしれませんね、うん、レポートちょっと求むって感じですね、求むって感じですね、はい、ということでですね、はい、そんなあなたには、はい、今回おすすめの商品ございますよ。あるトイズハートの死ぬまでにしたい10のこと、友達の彼女シークレットラブを処方しておきます。ぜひチェックしてみてくださいね。お願いします。はい、では商品紹介お願いします。はい、誰しもが夢見る鉄板シチュエーションをおなほか、うん、死ぬまでにしたい10のことシリーズより、本日は友達の彼女シークレットラブをご紹介します。こちらの商品は快感と背徳感の狭間で揺れる、強欲シチュエーションをモチーフに、空気抜きの有無で大きく変わる快感ギミックを内蔵、低価格ながらしっかり刺激が楽しめるオナホールとなっています。これはすごい、はい、まずね、手軽です、ちょっと軽めですね、はい、そうですね、はい、トイズハートの商品に比べるとちょっと軽めでございまして、持ちやすい、まず、はい、そして中かなりシンプルですけれども、はい、吸い付きがとんでもない、そうですね、これ空気抜きバキュームを行った場合と行わなかった場合で変化が、なるほどね、空気抜きテクニック、バキュームを行った場合、連続バキューム構造が積極的に吸い付いてくる、あ、これすごいわ、音がね結構出せない、はい、私のこの音職人としてもですね、持ってしても音が出せないぐらいかなりキツキツ、うんですね、密着しております。はい、そして、バキュームを行わなかった場合はですね、うん、連続バキューム構造が押し返してくるという感じ、おー、なるほど、はい、これね確かに伸びすごいです、うん、伸びすごいから、これチンチンにまとわりつきましてね非常にバキューム構造が
効果的にあなたのチンチンを刺激するんじゃないでしょうかという感じで、はい、はい、友達の彼女とっていう、ね、レトラレセって楽しめるレトラってください、お願いします。はい、はい、こちらの、死ぬまでにしたい10のこと友達の彼女シークレットラブは通販サイト様および全国の販売店様で発売中です、はい、という感じで皆さんからいただいたお悩みに私たちが親身になって回答していきますので、ぜひお気軽に相談してみてください。音聞こえるかな、はい、はい、以上トイズハートクリニックでした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局夜の場所、このコーナーはソロライフあるあるを575にしたためて送ってもらうコーナーです。2人が気に入った投稿は殿堂入りをしていきます。それではですね、投稿を紹介していきますよ、はい、ということで南川さん、はい、お願いしてもいいですか。はい、はい、ラジオネーム、はい、ヒロッシーさん、ありがとうございます。千釣りを数えて1万8000回すごいよ、千釣りを数えて1万8000回よ、これすごい。これもうコメント来てます、はい、月森さん、南川さん、トイ釣りは、トイ釣りは11の秋に風呂場で初を直してから育成層 56-13 43年365日週1、2回と計算して約417回、はい、プラスアルファした日やしなかった日、うるう年など誤差を含めて計算してみたところざっと1万8000回。電卓の数字を見て我ながら感慨深くもびっくりいたしましたがこれからもご自愛励む、所存でございます、はい、そしてなんと、はい、17年ボルドー先日頂戴いたしました。分け入る具足を包み込むクレバスの 肉壁の押し返してくるようなリアルな圧迫感と、ゆるすぎず狭すぎず入り口から奥までジャストフィットして抜き差しならぬ人肌の感触の完成度には童貞を卒業した頃の若き日の甘酸っぱい思い出が初めて付き合った彼女と見た夕日のように脳裏によみがえりましたよ、はい、17年もののボルドーの酔い心地はふと私の年齢を数えてしまうといけないことをしているような背徳感ございます。しかしひととき、淡い思い出にしたり明日への活力をチャージするための幸せな時間を味わわせてくれる素晴らしい一本でございます、はい、月森さんも南川さん、はい、これからも楽しい番組よろしくお願いします。人肌恋しい季節迎えますがどうぞご自愛くださいませすごい、なんというボリューム、ヒロッシーさんレビューまで送っていただいて、56歳男性、はい、はい、沼津にお住まいでございますこの、ね、沼津いいですね、どん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 住所を明かしていこうと思っておりますダメですよ、すいませんよ、はい、ありがとうございます。こんなありがたいじゃない。いやレビューもちょっとね久しぶりにちょっといただいた感じで嬉しいですね。肉壁の押し返してくるようなリアルな圧迫感、うん、素晴らしいですね。すごい語彙力素晴らしいありがとうございます。引き続きお願いします。ヒロッシーさんありがとうございます。はい、続きましてお名前、恋するちゃんちゃんこちゃんさんからいただきました。もし俺が監督ならばと思案する、どの動画抜くかで迷う夜長かな。なるほど、日本立てでいただきました、ありがとうございます。もし俺が監督ならば、うんうんうん、だから監督 AV のね、そうですね、あのセクシービデオの俺が考えた理想の AV を確かになちゃこちゃんさんが、だからアングルとかをやっぱり結局男って見てるから、うん、基本的にこの時の単位の時にいやそのアングルじゃなくて、うん、なんか男のケツばっか見てるぞ今からさっきからみたいな時あるからまあまあまあ、うん、でもそれも全然ありなんですけどね、そういうの試案すると分かります。確かに、はい、考えたことはね、男の人なら誰しもあるのではないでしょうか、うん、どの動画抜くかで迷うに分かるわ、分かる、結局一番最初のやつにするとかね、そうですね、結局あるあるね、一緒にあっても最初に決めたやつでっていう、はい、あれでございます、ありがとうございます。続きまして、はい、あ、ラジオネーム三つも滴る味噌汁ズマ、ズマ女性から聞いた、はい、やった、ありがとうございます。月森さん、南川さん、スタッフの皆様はじめまして、あほう、最近聞き始めあまりの面白さにアーカイブをあっという間に制覇してしまいました、ありがとうございます。これからも楽しみにしております、はい、見よう見まねでエロ川柳を作ってみました、お納めください、はい、それではいきます、はい、しこしことできるものならしてみたい、放送でオナホールの紹介があるたびにそれほど気持ちいいものならぜひ使ってみたいと思います。ですが肝心の入れるものが私にはついておらず悔しい限り、太陽系を模したギミックを試
堪能できるなんて羨ましいです太陽系をね、はい、持ちた気分がありますよね、はい、そして続きまして、はい、シコシコとクチュクチュ夜の二重奏以前アモンさんがゲストにいらした際に、はい、ミスヤイッコの話を元にしたためました。そんな世界もあるんですね。もしも殿堂入りさせていただきましたら夫にプレゼントしたいのでぜひお願いします。きつめの高刺激のものは癖になるといけないので鑑賞用とさせていただきますなるほど、ありがとうございます。いや素晴らしいじゃない、ね、旦那様は聞いてくださってるんですかね。どうなんでしょうね。もしあの大丈夫であればぜひあのご夫婦で聞いていただければと思います。いやすごいですよこちら。みそじ妻さん、あ、僕ちょっと家近いですね。で詳しく言えませんが。詳しく言えません。そんなはい、ありがとうございます。またお願いいたします。ね、ありがとうございます。ね、これに懲りずもっとどん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 。そうですね、女性からの川柳って嬉しいね、うん。しかも初めて作ったと思えない。思えない、お上手な、ね、綺麗な。しこしことくちくち夜の二重奏。いいですね。素晴らしいですから。ね、僕もアモンさんにね早く連絡したいなと思って。あ、そうですね、おなふれですからね。おなふれですから、はい、はい、今もう一つ言って大丈夫ですか、ね、じゃあ最後いきましょう、はい、お名前ポッカさんからいただきました、はい、中学生、うん、何でもない時あれたちん、あ、中高年何を見てもあれたたる。ちょっと待ってください。綾野浩二キーマロさんみたいな。キーマロさんみたいな戦力的だね。はい、あの、はい、いつも送ってくださってる58歳、はい、彼女のいる男の子です。あ、なるほど。まだまだ彼女とおもちゃも使いながら頑張っていますということで。なるほど。あれから40年ですよね、だから。はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいじゃないですか、これは。あのね、もちろんいつも送ってくださってる方や、うん、あの男性の方のお便りとかも嬉しいんですけど、はい、女性の方本当にそう、ね、ありがたいですね。どうする、殿堂入りする、はい、あ、でもちょっとそうですね、いや、もう一本、あれ、あと一歩でしょう。もう一本来てほしい。もう一本来てほしい。やっぱ一発であげるそれはちょっと甘いな、うん、もう一回欲しいということで今回は殿堂、はい、入りはなしなしでございます。ということで、でもめちゃくちゃ皆さんいいです。そうですね、今回も名作揃いでございました、はい、引き続き、夜の場所をお待ちしてますね、はい、こんな感じでソロライフ RR を575にして送ってきてください。夜の場所のコーナーでした。ボイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです、はい、本日はトイズハート11月新製品いたずら女上司二人きりの秘め事をご紹介します。 464g のリッチなボディ内部には、うん、360度絡みつくタコ足ひだゾーンと、はい、ギチギチとあなたを加える横ひだゾーンを内蔵、はい、そう、まるであなたをいじめることでさらに興奮し締め付けるいたずら好きの女上司のようなオーナーホールになっていますということで、はい、今回実際に、あ、届いております。あ、音がいい音出てますね。今回も聞く限りこれ素晴らしいでしょ、はい、まずこれね、何よりもやっぱこの重厚感、やっぱりどっしりしてます。そしてですね、この、はい、このね、人肌マテリアル、そうですね、肌触りいい素材は。でこれね、入り口部分がすげえ細かい、はい、ちょっとイボイボがあって、あ、そうですね、ここが結構刺激されるんじゃないかなっていう、結構ね、いろんな、その肥大なんですけど、その肥大の、はい、中に粒々があるんで、うんうん、はい、かなりこれはもうチンチン絡みつくんじゃないですか、これ。そうですね。すごいですよ、これ。はい。で、バキュームもあったらこれ相当吸い付かれますよ。はい、という感じで、はい、高刺激系のホールになっておりますので、うん、そうね、はい、あなたを包み込んで離さないいたずら女上司二人きりの秘め事は通販サイト様、はい、および全国の販売店様で発売中でございます。はい、ぜひチェックしてみてください。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、僕をえぐるような身勝手な中層。しばらくそれを続けていた男が
やがてクッとうめき声を上げたと思ったら、女の後頭部をググッと押さえつけて動きを止めた。うめき声とともにビクビクッと男の腰が震えた。彼女の喉奥へ大量の精汁が放出されているのが目に見えるようだ。私の口を使っていただき、ご主人様のザーメンを飲ませてくださりありがとうございました。女に構わず男は足指で彼女の口腔をもてあそんだ。彼女は舌先を伸ばし、その足をも丁寧に舐め清め始める。そうだ、指の一本一本までよく味わえよ。はい、ありがとうございます。武骨な足指の間からチロチロと赤い舌が見え隠れする。女の熱い息遣い、そこでぶつりと動画は終わっていた。ボイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんからの投稿をお待ちしています、はい、メールは番組ページのフォームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。アーカイブ版では朗読の続きを聞ける完全版をお届けしております。こちらもぜひお楽しみください。はい、本日お届けした朗読は紅文庫みゆきみゆき町怪我したい彼女でした。ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。はい、ということで、ということであっという間で今週も終わりですけれども、はい、やっぱりなんかやっぱり心がざわ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 してるなと思えば、やっぱり僕のあのお母さん発言、はい、寝取られるところのお母さん発言は本当に後悔して、なんかすごい気持ち悪かったなっていう気持ちですね。ちょっと想像しちゃいましたね、やっぱり自分のお母さんと、うん、言って後悔して、なんかお笑い芸人乗りのなんか何でも言ってしまえばいいねっていうのがアダインとなって、なんかこういうことでいつも失敗するんだよなって。ちょっと落ち込んでらっしゃる。ちょっと反省しました。めちゃくちゃあの聞いてる方として面白かったので、お気をつけください皆さん、本当にありがとうございます。できれば想像しないように、はい、ね、今回もあのさっきも言いましたが、お手売りが本当にいろんな年齢層男女問わずいただいてて、はい、ね、紹介しきれなかった場所とかお手売りがいっぱいあるよ、ザクザクあるので、うん、まあ、あの今回とかね、あの来週とか先週紹介されてなくても、はい、今後紹介される可能性もございますので、ガンガン行こう。引き続きあのいろいろとお手売りお待ちしております。お待ちしてますよ、電動入りもどんどん出していきますよ。はい、はい、ではですね、本日はここでなんでこうなっちゃったの、なんで最後の最後でグニャグニャっと行きましょう。ねねちゃんだけはしっかりしていただかないと。はい、はい、それではまたお会いしましょう。はい、はい、11月もよろしくお願いします。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。間彼女だけを思い続けてきたのだ。そんな自分が見間違えるはずがない。今のところアップされているのはこの動画1本だけのようだった。再生回数も大したことはない。しかし題名にその1とついているのが気にかかる。続きがあるってことなのか。ごくりとケントの喉が鳴った。男の命令を嬉しそうに聞き、美味しそうに精液を飲み干すアンナ。アンナがいやらしいメスの姿を晒しているのは言い表せないほどのショックではあった。自分の信じていた女神の本性を知ってしまった。胸に黒いシミのような不安が湧いた。